イーピゲネエアを犠牲にしようとするカルカース。フレスコがナポリー。カルカースはギリシア神話の占い師、予言者である。長部員を省略してカルカスとも表記される。予言者、テストールの子で、レウキッペー、テオのエイト兄弟。カルカースは見受けない、あるいはメガラの人でトロイア戦争の際にアガメムノーンに壊れてギリシア軍に従軍し、予言の術で、 ギリシア軍を助けた。ギリシア軍に加わったカルカースはアキレウスをギリシア軍に参加させることを提案したので、オデュッセウスは策略によってアキレウスを仲間に加えた。またアウリスにギリシア軍が集結し、泉のそばに祭壇を築いて、神々を採取したとき、祭壇の下からオロチが現れて、泉のそばのプラタマスの木に登った。そこには、 スズメの巣があり、オロチは葉っぱのヒナを飲み込み、さらに巣の周りを飛び回る母鳥を食らった後、石とかして地に落ちた。カルカースは真を悟り、オロチはゼウスが使わしたもので、オロチがヒナと母鳥を9は食らったように我々も、トロイアで9年間戦い、10年目に勝利することが、できるだろうと予言した。しかし、ギリシア軍は、トロイアの場所を知らなかったため、誤って、 ミューシアに上陸し、テーレポスと戦った。その後、ギリシア軍は再びアルゴスに集まったが、テーレポスがアキレウスに受けた傷を癒してもらいにやって、来た時にトロイアの場所を教えてもらい、カルカースは予言の術でその情報が正しいことを保証した。そこで、ギリシア軍は再びアウリスに赴いたが、いつまで経っても順風が吹かなかった。そこで、 カルカースは予言の術によって、かつて、アガメムノーンの父アトレウスが、自分の持つ、最も美しいものをアルテミスに捧げると誓いながら、金曜毛の小羊を捧げなかったことがあり、それについてアルテミスが怒っていることを明らかにし、アガメムノーンが、娘の中で最も美しいイーピゲネイアを犠牲に、捧げない限り風が吹かないだろうと予言した。アガメムノーンは仕方なくイーピゲネアを、 アキレウスの日にすると偽って呼び寄せ、アルテミスに捧げようとした。カルカースはその時、アルテミスの祭祀を取り仕切ったが、アルテミスは祭壇からイーピゲネエアをさらい、代わりにメジカを置いた。こうして、風が吹き、ギリシア軍はトロイアに向けて出港することができた。トロイア戦争においては、アポロンがギリシア軍に薬病を送った際。 アガメムノーンが、アポローンの怒りに触れたと述べ、クリューセイスに、彼の娘、クリューセーイスを返還し、アポローンに供物を送らない限り薬病はやまないと予言した。アキレウスの死後も、カルカースは予言の術によって、ネオプトレモスの参戦や、ピロクテーテースの復帰を提案し、トロイアを保護する予言について知っているヘレノスを、捉えるよう進めた。 オデュッセウスが木馬作戦を提案した時には、彼の作戦が勝利を導くことを保証した。ネオプトレモスとピロクテーテースは反対したが、ゼウスが激しい地震と雷を起こしたため、カルカースに従った。さらにカルカースは木馬作戦にも参加した。戦後、カルカースはアムピロコス、レオンテウス、ポダレーリオス、ポリュポイテースと共にコロポーンに赴き、 予言者モプソスの館に招かれた。カルカースは自分より優れた予言者に出会った時に死ぬだろうと予言されていたが、モプソスと予言の技を競って敗れた時に落胆して死にノティオンに埋葬された。またカルカースらに従った兵たちは小アジアのパンピュリア人の祖となった。ありがとうございます。